進路よし。なんでだ？お客様どうされました？あ、駅員さん、なんで駅の信号って赤と黄色しかないんですか？はあ、だって普通の道路の信号だと赤、黄色、青の3色じゃないですか。お、ナイスコーチン。実は鉄道の信号機の色そのものに時速何キロ以下で進めという意味があるんです。ほうほう。東京メトロの場合は赤は止まれ、黄色は25キロ以下で進め、そして車両がポイントに移るためにゆっくり進む必要があるので青信号だけ表示しないようにしてるんです。へえ、なるほど。青信号だと人間の心理的にスピードを出しすぎちゃうところがあるけど、それを抑えるためにってことですね。ということなんです。ちなみに駅員さんはボールの球速何キロぐらい出るんですか？わかるか。